そうなんです。そういうこと、ね、も楽しみだなと思います。じゃあ女の子の友達がいっぱいできたらいいなみたいなところ。おい。何聞こえてただろうお前。聞こえてただろうって。ごめんなさい。どっちが顔見てなんだよ。すごい機嫌良かったのに、ね、こんな火山噴火あるよ。知らねえよ大学なんて行ったことねえよ。そうかもしれないけど肌出しすぎだよ大人っぽくなられてお前2年前そうじゃなかったぞもっと嫌なタイプのおじさんじゃねえかもっとうちに秘めた子だったよ表に出しちゃダメだよあんまり肌とか春だからねせっかく天気もいいし今日ねえおしゃれしてきたんだからいいじゃないそれでは釣りできないんだよちょっと待って釣りしたいの海香ちゃんそもそもでも釣りはそのドラマ一緒にやらせてもらってた時にずっと一緒に行きたいです教えてもらいたいですっていうのは頼んでたのであじゃあやってみたいはやってみたいんだ、はい、でも全然私釣り本当にやったことがないんで初心者なんですけどいやいや大丈夫です君の名前は川島海香です川島海香だよね海香って言われた君の何が素晴らしいかって、うん、川と海入ってるわけはいこれ釣りじゃんそうなのかな川釣り島で釣り海で釣り今日はどこ行くの海もっと生き生きしてんだねもう3回もやってんのかまあもうまさに向かってる最中でございますはい、引き出しが豊富すぎるかわいいお父さんですもんね、うん、大学が心配なんだよな、いろんな、ね、男性がいるわけでそうですかね大丈夫ですよ向こうから来る男はダメだ自分から行かないといけない自分からというか、まあ、積極的な男の人だとちょっと危険な気がするよなるほど他に大野さんに許可を取らないとですね一回そうだな顔みたいな顔みたいなパパみたいな顔は見てみてまあ見たいっつっちゃどっちかなイメージどこですかまるで父親のように釣りそっちのけで海香ちゃんの大学生活を心配する鈴木フィッシングクラブにおいでおいで鈴木フィッシングクラブにおいでオードフィッシングクラブ絶体絶命の大ピンチオードフィッシングクラブはどうだい楽しいです釣れたら最高ですね与えろとしたいねあいやいやいやでもやんばるよ本部さんにはそういうね浮気をしちゃうと本当に釣れなくなるねあっち行ったなるほど、うん、なんかこれからもいろんな男と出会うと思うけどダメですね信用しないとそう信用したわいや心配になるねいろいろやっぱり心配になる、うん、何いや針とか大丈夫かな怪我するんじゃないかなとか朝から思ってたけどさあれだ何川島パパなのなのかな違うだろだからアイドルだよ、うん、パパドルだよパパドルそうですねパパドルだよお父さん、うん、いいこと言ってくれましたおどうしたんだよ私が出演するドラマがパパドルっていう名前なんですよダクソか万歳ひど